さあここはどこ、私は誰どっかに、あの神社の中にブラックマジックがある。いや本当ですか。ここら辺に、あ、これだ、すごい、ついにめっちゃおしゃれ、ブラックマジックオフィス。これめちゃくちゃおしゃれ。お邪魔します。いつもお世話になっております。わ、すげえ、めっちゃかっこいい。ある意味大人のおもちゃ屋さん。はい、ああ素晴らしいですね。あ、一向に在庫が僕の入荷がしない、グリップが。もう初めて実物が。そうですね、もうそろそろ。もう来ますか。来ます。ああ初めて見ました。まだ僕らのところにまだバッテリーが来てなかったんで、まだからですけど。はいはい、ああ物でかいな。ああでも質感とか素晴らしいですね。すね、やば。おしゃれ。これあの僕も今この 4K のモニターお借りしてるんですけど、はいはい、自宅にこれを設置する術がないっていう。ラックがね、やっぱラックいりますよ ね。これどうやってマウントしたらいいんだろうと思って今悩んでんですよね。例えば後ろ の V マウントのバッテリーマウント、あの 4本のネックで、はいはい、こういうフラットのレース作っちゃって、はい、普通のモニターみたいに設置されてる方もいますし、ああそういうことはできるんですか。 L 字の金具タイプのラックマウントを使うという方もいらっしゃる、うん、あ、 L 字でこうラックポークしちゃうやつあるんです。あ、じゃあやっぱあるんですね。あ、素晴らしい。あ、やばい、キーボード。キーボードを初めて実物見た。本当ですか。はい、初めてなんです。でかっ。そうなんですよ。あ、マルチカム編集モードだったりとかしてます、ね。あ、それは特別な操作ができるんですか、ね。そうです。例えば今だと、はい、ちなみにストアマネージャーの北山さんです。よろしくお願いします。突然紹介する。はい、これやばい、これやばいっすね。じゃあ4カメここから入れたいなってこうやって入ってみますよ、一発で。今これタイムライン全体になってるんで、はいはい、でまあ、こんな感じやってここから、はい、じゃあトラックあるそうだな、シンク瓶の中見てこの女性棒から入れたいなってこの方が言ったら、はい、タイムラインに移動して4でこう、あ、ごめんなさい、シンク瓶かな、シンク瓶のまんま4でこうやって言って4の女性のシーンだけはどんどん好きなところに入れられたりとか。やば。1カメをどんどん、そうするとタイムラインではもうどんどんマルチカメ編集が進んだ状態に。カットページがね、使いこなせないんですよ、うんうんうん、やっぱカットページの方がいいですか。正直カットページやっぱりエディターキーボードとコンビネーションでやっぱり 100% の力ですよね。ですよね、すごく簡単にできちゃうので、うん、やっぱこれとの連携ですよ ね。完全にそういう雰囲気は感じてます。やばい、今日どこに行ってもどこに行ってもこの MacBook が僕に僕に MacBook を買った方がいいんじゃないかってい う、 こうアピールが出てきます。でもここ来たらブラックマジックの使い勝手をもう皆さんが手取り足取り教えていただいて、新しい商材が基本的にありますので、ここで買うこともできるんですか。はい、買うこともできます。何買ったらいいのって皆さん次悩んだりとかするんで、じゃあここティルトありますよって言って全部フォローやばっだってこうしますかしますかっていうふうに全部カタログを見ながら相談して、これガチですね。そう、これは見たことないもんな、うちでも。この SSD のマウントの仕方がもう素晴らしいですね。このグリップのやつだとグリップに入ったりする。あー、6K 売れてますか。売れてるんだ、すごい。あの 4K、 6K が出た後 4K が下になるのかなと思ったんですけど、はい、4K も同じように、うん、これ見たことないです。あ、スイッチャーのこのスイッチャーのコントロールパネルなんですね。やば、何入力あるんですか。40入力24アウト意味わかんない、40入力とか。これも同じですか。これはいわゆるこういうブロードキャスト系のカメラって、アイリスとかは触らないんで、あのアイリスをライブでコントロールしたり、RGB をコントロールしたりするんですね。やば、これ完全にモバイル。そうですね、モバイルブラックマジックじゃないですか。ちっちゃいイベントとかではこういうのでこれやりたかったんですよね。こう PC 内蔵すれば完璧ですよね。ちっちゃいミニ PC で、ね、そうそれはありますね。あ、これいいっすね。いいですね。これいいな。これを売ってるんですか。このこれを売るのは、上の JBS さんがオーダーするとオーダーメイドで作ってくれるんですよ。これ出張にこれ持ってきたら完璧うわ、これやりたかったやつだ。じゃあちょっとチャット上を見せていただいて、
ここでオフ会ブラックマジックオフ会できますね。できます。あ、それすごいよ。ブラックマジック持ってる人だけでオフ会するみたいな。ちょっともうこれいくらあっても時間が足りないんですけど、ちょっとせっかくなんで、はい、ここに来る皆さんへのメッセージを、ブラックマジックのこの商店ショールームはい、ショールームについて、はい、一言お願いします。はい、大阪ショールームではもう一元さんからもう取り掛かって見かけたお客様でも全然いらっしゃって大丈夫ですので、なんか弊社の製品に対する ご質問とかありましたら怖がらないでぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。場所は、大阪の心斎橋と本町の駅の間にある、難波神社という神社を目印に来ていただければ、その裏手にございますので、ぜひいらっしゃっていただければなと思います。営業はですね、火曜日から土曜日、基本的には、10時スタートの6時終了となっております。で、水曜日と金曜日のみ夜8時半まで、8時まで営業させていただいてますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ここに来ればもう北山さんと市川さんが手取り足取り、手取り足取り、ブラックマジックについて、はい、買うまでは鍵が開けないようにしてます。そうです。でも既存のユーザーでも、もちろん新規の方でも、ちょっと使ってみて新しいファームの使い方がよくわからないとかっていうのも、ぜひいずれも、はい、大阪の皆さんいいっすね。そうなんですよ、はい、ぜひ活用していただければと思います。ちょっとこれ名残惜しすぎるけど、ちょっとまた来ます。ありがとうございました。失礼します。アルファ 7R4 はすごい、こんだけ今日何も考えずに撮って、まだバッテリー 60% 残ってます。これ壊れてますよね。カラーバーンなんて、でもずっとこれだったみたいな。ある意味綺麗だけど、これ狙いなのかどうかわからない。ここはどこ状態だけど、めちゃくちゃ綺麗です。すごい、なんか昔の東横線みたいな感じになってる。ふう、到着。ちょっと我々途中一回魂抜けてたけど、何とか来た。頑張った。頑張った。お疲れ。まやんじゃあマネマジお疲れ。行きましょう。行きましょう。これから本番なんだけどね。電車の中で全員一回魂抜けてたから。松尾さんもなんか特に一回幽体離脱してましたよ。やば。いきなり説教から始まる。すいません、遅くなりました。ちょっともうちょっとお待ちください。ちょっとこの全員のこの動画撮られてる感。京都オフィスです。わあ、めっちゃ綺麗。わお、素晴らしいです。我々はここに来る感じですね。はいはい。ちょっと遅刻気味で来たけど、なんとか今フェンリルさんにグッズもいただいて、ここに、じゃんけん大会用のグッズも用意したので、これで僕と松尾さんがこう並ぶ感じで開場しました。すいません、本当またしました。申し訳ないです。1人目入場。アップルストア的なわーみたいな。はい、よろしくお願いします。今続々と皆さん入ってこられました。いやー、間に合った。会場設置準備賞味3分みたいな。もう松尾さんにアストン持ってきてもらったけど間に合わないから、今日のライブはこれでいきます。はい、ありがとうございます。あ、いただきます。これは何ですか？あじゃり餅です。あじゃり餅？あじゃり餅って何ですか？めっちゃ美味しいやつ。ありがとうございます。あじゃり餅いただきました。今急遽マイクセットアップしてる松尾さん、まさかのこのジッツォの三脚がね、完璧に機能した。危なかったです。すごい不安定な感じで立ってるんで気をつけてくださいね。はい、ガチなタイムキーパーいただきました。ギャラクシーフォールドを買いに行った時に、一目惚れしたマグカップをついに、スヌーピー大好きなんで大事です。あ、よかったです。おめでとうございます。ついに一人先が、はい、ありがとうございます。一人先って言ってるんだ。これはスヌーピーが撃墜王、そうですね、撃墜王に扮してる時のそのバフラーの赤いところが、そう、このまま撮っていない。それよ、かっこいい、いいっすよね。いいっすよね。無理やり言わせるみたいな。いいっす。何ですか？これ信楽焼の発祥器です。あ、ありがとうございます。お箸の持ち方気になる鳥木さん、どうぞ。ありがとうございます、はい、どうぞ。いただきます。いただきます。ちょっとこの足置きいただいたやつ、おはようございます。これこんちゃんさんのブラックマジックだいぶこじらせてますね。こじらせてますね。これなんかこれどんどんやるの楽しくなっちゃうんですよね。レゴするみたいな気分になって。
もうどん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 、しかもね、これ別にスモールエッグじゃなくてもいいじゃんっていうんだけど、なんかそれで揃いましたね。SSD 何このなんかい、なんか行き主観のコミュニケーションみたいな感じ。どうぞどうぞ。新しいコミュニケーション ET みたいな感じになってます、ね、今のところゼンハイザーヘッドホン誰も文句言う人はいないですね。あの音警察に全員納得。これはすごい、これやばいっすね。これアイディアも、しかもあのシュワちゃん顔認識してます完璧です。え、いきなりもう今反省会ですか。え、あのダメですかねはい、ということで我々無事終わって、これからまた品川に帰ります。品川じゃないんだよね、東京に帰ります。これが噂の京都タワー、めっちゃ綺麗。京都駅にやってまいりましたが、すごいすごい京都駅の、これなんですか。平安京だって、駅前にこんな立派な AR マーカー付き。あ、 AR で、それまでやってる時間はない。京都に帰ります京都駅がすごい立派な県について、終電ギリギリでなんとかお土産とかお弁当とか買えたけど、いやー、なんとか帰ってきた。お疲れ様でした。強行日帰りオフ会、無事帰ってまいりました。これは成功と言ってよいでしょうか。いいんじゃないでしょうか。成功いただきました。あの、参加していただいた皆様本当にありがとうございました。またやりましょう。ちょっと我々どこ向かってんですかこれ。ちょっと怖いな。ちょっとなんか今どこかに連れ去られている我々。ビトンのビルの影に嫌なものが映っている。なんか増えた増えたぞなんか圧力が増えた。いやー、これなんすかこれ、まさかの。いやーこれはこの爪なんですかこれ。みんな期待してるだけです。いやいや、ないないない、冷静になろう。4ギガ、4テラ、これ2テラしかないんですよ。2テラもなぜか行きと帰りで体が全然重さが違うぞなぜだなぜなんだ